こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ミニマリストの夏服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。僕もですね、いろんな動画をですね、日々アップしてるんですね。週に4本撮ってるので、いつもネタに困るわけですね。いやー、今日何動画撮ろうかなと思ってるんですけども、その中でも結構ですね、毎シーズン定番でやってる企画というのがありまして、それが今回のテーマであるミニマリスト企画なんですね。まあ、僕自身が正直ミニマリストかというと、そんなことは全くないんですね。日々いろんな服を買うので、まあ、自宅もそうだし、事務所もそうなんですけども、いろんな服で溢れかえっています。ただ僕の本来の資質としては、割とですね、ミニマリスト的な発想があって、ある程度ベースとなるようなお洋服がいくつかあれば回っちゃうような性格ではあるんですね。ですので今回の動画では、あくまでスタイリスト目線で、このようなアイテムさえあれば夏服は十分回っちゃうんじゃないのかなというところでご提案ができればなと思っています。まあ、世の中には結構ブログだとか YouTube の中でもミニマリストの方の情報ってあるんですけども、やっぱりですね、使い勝手の良さだとか、どれだけ手に入れやすいだとか、効率化できるかっていうところで、まあ、より専門性が高いような情報になっているかなと思うんですね。でも僕のチャンネルはあくまでファッションのチャンネルなので、まずは見た目ですね、この部分を重視しながら、その上でコーディネートのしやすさだとか、手に入れやすさだとか、そのあたりを含めながらですね、スタイリスト目線でミニマリストアイテムをご紹介したいなと思っていますので、よかったら最後まで見ていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはミニマリストの夏服、具体的に皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目ですね。これはもう夏といったら欠かせないあのアイテムですね。無地の T シャツです。そんなの言われなくても分かってるよという皆さんが多いかなと思うんですけども、じゃあ具体的にどんなものがいいのかっていうところまで落とし込んでいきたいなと思ってるんですが、まあ、T シャツを選ぶ際にも僕はですね、柄物だとかプリントの入ってるもの結構使いやすくていいなとは思うんですが、まあ、ミニマリストというライフスタイルだとか世界観で考えると、やっぱり柄とかが入ってるものよりは無地でなるべくシャープにまとめた方がらしさが出るというか、すごくミニマルで洗練されたイメージも出しやすいのかなと思います。ですので無地の T シャツというところは間違いがないかなと思うんですが、その無地の T シャツの中でもかなりたくさんの選択肢があるんですね。じゃあどんなものを選べばいいのかというと、まずはですね、価格をなるべく抑えて気軽に買い替えやすいというところを目安として選ぶという方法もありまして、そうなると2択ですね。ユニクロか無印良品かという形になってくるかなと思います。僕もですね、後ろに T シャツ並べてあるのでちょっと持ってきたいなと思うんですが、例えばですね、ユニクロだったらこちらエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツですね。こちらいろんなもの持っています。過去に10色以上買ってきましたが、まあこちらはちょっとゆったりめのシルエットで、今の雰囲気を充実したようなアイテムですね。まあ空張りが豊富なので選びやすいというところと、割とですね、表面の質感に光沢感があって高見えしやすいので、まあかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、本来であればユニクロ U のエアリズムオーバーサイズで十分かなと思うんですが、まあ僕の動画の中で何度か解説しましたが、今年はですね、そこに黒船がですね、やってきたわけですね。それがまさかの無印良品で、ほぼほぼ見た目が変わらないというですね、サイズ感も含めてユニクロ U と結構近しいんですけども、こちらポケットがついてるですね、涼感 UV カットワイドハンステ T シャツってやつで、価格は2990円ですね。僕はこのミディアムグレーの雰囲気がなかなか上品だなと思ってまして、今季ミニマリストの方におすすめしたい T シャツでは、これひょっとしたらナンバーワンなんじゃないのかなと思います。あとはちょっとこういったくすみ感のあるオリーブだとか、かなりカラーバリエーションこちらも豊富なので、まあ、ぜひ皆さんも気に入ったものを持っておいていただきたいなと思います。まあ、ミニマリストのカラーとして結構使いがちなのはですね、モノトーン系ですね。ブラックですとかホワイトですとかグレー系、このあたりでモノトーンでまとめるとですね、バランスもいいし着回しがしやすいんですね。なのでこのようなダークグレー系は持っておくとすごく便利ではあるんですね。もちろんですね、このようなブラックの T シャツも良くて、もうストイックにオールブラック
ックでまとめちゃうっていうのも、これはこれでシャープでかっこいいと思うんですね。サイズ感を少しゆったりとさせることで、ブラック一色であってもそれなりに今っぽさを出すこともできますし、あとは5点目のアイテムでお伝えしてきますが、ちょっとした盛り付けをしてあげるだけで、アクセントは後からでも足すことができるので、ブラックの T シャツでもいいかなと思います。ぜひ皆さんですね、ユニクロ派なのか、無印派なのかというところで、まあぜひコメント欄にですね、書いていただけると嬉しいかなと思っています。個人的には一押しはこの無印良品のミディアムグレーですね。これが一番で、まあユニクロ U のエアリズムコットンだったら、このブラックがすごく使いやすいかなと思います。そして、ユニクロだとか無印のような結構安くて使い勝手のいいっていうやつ。これもいいんですけども、夏の T シャツって主役級のアイテムなんですね。そこに対してある程度投資をした方が全体のバランスとして高見えしたりだとか上品に見えたりだとか、あとは気分が上がるっていうのもあったりするので、このあたりの価格をちょっと上げるという選択肢も僕は十分にありなのかなと思っています。ちょっと手元でですね、いくつか持ってきたんですけども、例えば、ユナイテッドアローズでですね、定番でやっているこういった素材感のいい T シャツですね。ちょっと商品名はまたリンク貼っときますので、概要欄から見ていただきたいなと思うんですが、結構ですね、ユニクロ U のオーバーサイズ T と雰囲気は似ています。それの上位互換バージョンと思っていただいた方がいいかなと思いますね。色の質感もいいし、シルエットももちろんいいです。まあ、そこまで明確な違いっていうのが、わかるかというと、わからない方もいらっしゃるかなと思うんですが、色の表現がよりシックでいいなと思うのと、あとはですね、気分が上がるかどうか、これも重要ですね。ユナイテッドアローズの T シャツだとか、あとはですね、今季白 T だったら、ビューティー&ユースのこちらですね、先日、無地 T のですね、動画でも出しましたが、まあ、こういったちょっとスウェットライクなですね、裾部分の表現なんかもすごく良かったりするので、まあ、白 T もユニクロ U とかでも買えるんですが、ちょっとグレードを上げて、ビューティー&ユースだとか、ユナイテッドアローズだとか、このあたりで買うのもいいんじゃないのかなと思います。で、去年僕買ってすごく良かったのが、これシップスエニーかな?はい、シップスエニーのこれはですね、キャンプ T っていうんですかね、ポケットがこうサイドについてるような T シャツなんですけど、これかなりオーバーサイズです。ユニクロ U のものに比べてもだいぶ大きいので、まあサイズ感ちょっと着た状態は見ていただきたいなと思うんですけれども、これはですね、すごく使いました。夏場に半袖の T シャツに短パンみたいなスタイルの時でもちゃんと決まるので、しかもダークグレーで地圧というところが気に入っていて、これもすごく良かったなと思います。今年もですね、おそらく展開してると思うので、まあぜひチェックしていただきたいなと思うんですが、まあ、こんな形で無地の T シャツを買う際にはやっぱりユニクロなのか無印なのかっていうところで値段を抑えるのと、あとはセレクトショップのオリジナルですね、これぐらいの価格帯でちょっと上げるの、多分どっちも大事だと思ってるんですよ。ベースはユニクロ無印で 2,3 枚揃えて、ちょっとこう一長羅用の T シャツとしてこのあたりのセレオリ系を1枚揃えておくといいんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、今度はですね、ボトムス行ってみたいと思います。極端なこと言えば、T シャツとボトムスがあれば、それなりに着こなしが成立してしまうので、まあ、ボトムスの存在大きいかなと思うんですが、ただボトムスといっても、やっぱり2パターンあると便利かなと思ってまして、それがロング丈のですね、使いやすいボトムスと、あとはショートパンツですね。夏なので、1本は短パンもですね、あると便利かなと思うので、まあ、両方ご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、正直ですね、ここはとことんシンプルにですね、皆さんにご紹介するのがいいなと思ってまして、まずは短パンから手元に置いてあるものをご紹介したいなと思います。まあ着てる状態もですね、後ほどご紹介しますが、こちらですね、パタゴニアのバギーズロングですね。これが昨年買って、なおかつ今年も使い勝手いいなと思っているので、履き倒したいなと思っているミニマリスト的なボトムスの一本かなと思っています。まあ短パンってめちゃくちゃカジュアルなので、大人世代でも履ける方と履けない方は分かれるかなと思うんですね。すごく真面目なタイプの人だと短パンを履いてしまうと、そのカジュアルさとご本人のギャップが大きすぎて、なかなか似合いづらいので、そういった場合はロング丈のパンツ一本でいいと思いますが、まあなるべくですね、夏場快適にアクティブに過ごしたいっていう方だったら一本は持っておいて便利かなと思います。まあ短パンを選ぶ際にもやっぱり丈の長さだとかバランスって流行だとかトレンドというものが、まあある程度反映されるものなんですね。なので今の時流に合ったものを選んでもらうと
といいんじゃないのかなと思うんですが、定番のパタゴニアですね、バギーズショーツというものがありまして、そちらもいいんだけども、ちょっと丈が短めなんですね。まあ、最近は少しずつ短パンも丈が長くなってきているので、まあ、そういった点ではバギーズロングぐらいの方が、まあ、大人の男性には似合いやすいかなと思います。一応こう水陸兼用で使えるようなものになっていまして、中がですねメッシュがあったりするんですが、僕はですねあんまりこう水中入ったりしないので、メッシュ部分をですね申し訳ありません、もうハサミで切っちゃってます。メッシュがあると結構履きづらかったりするんですよね。メッシュがあると通常の時には履きづらかったりするので、それはもうざっくり切っちゃっています。そうした方が断然履きやすいんですね。で、腰はゴムになっていて、素材感もシャカシャカとした肌離れのいいものを使っていますので、これはですねもう抜群に使い勝手のいい一本なんじゃないのかなと思います。もちろんショートパンツ、ユニクロだとか無印良品でも買えたりするんですが、あんまり量必要ないし、一本買えば数年は使えるかなと思うので、少し投資をした方がいいかなと思うので、パタゴニアか、もしくはグラミチのような定番的な短パンか、まあこのどちらかでいいんじゃないのかなと思います。まあカラーに関してもやっぱりですね、ミニマリストの思考としては、あんまりこう合わせづらいものっていうのは選んじゃうとですね、コーディネートが大変だったりするので、もうブラック一択でいいと思います。まあ特に短パンっていうのはですね、カジュアルに見えすぎるような部分もあるので、ここはもうブラックにしてしまうのがいいと思ってまして、僕もいろんな短パン持ってますけども、基本的にはほとんどブラックです。たまにオリーブがあったりもしますが、まあブラックが一番使いやすくてシャープなので、パタゴニアのこちらのバギーズロング、これがまず一押しなので、チェックをしていただきたいなと思います。そしてロング丈のパンツは、これはですねもういろんな選択肢があるので、皆さんがいつも履いてるやつでいいと思うんですが、まあ一つですね、今回皆さんにご紹介するとしたら、以前動画の中でも解説した無印良品のこちらのボトムスですね。これがですね、この夏場のパンツとしてはすごく使い勝手がいいかなと思います。商品名がリップストップイージーパンツですね。2990円のものです。これはですね、無印の大傑作パンツなんじゃないのかなと思います。やっぱり先ほどと同じように腰はですね、360度ゴムになっていて伸びるというところ。なので結構ウエストがですね、コンパクトにできてるんですね。僕結構ウエストが小柄なので細めなので、通常のボトムスだとウエストがガバガバになることが多いんですが、こういったゴムのタイプって伸びるので、ちょっとコンパクトめにできてるんですね。なので痩せ型の方からぽっちゃりめの方でもちゃんとですねウエスト対応できるのはすごく便利かなと思います。で、サイズ感はですねちょっとゆったりめなんですね。まあ、適度にゆったりと言った方がいいでしょうか。もも周りにもちゃんとボリュームがあって、裾幅もですね決して狭すぎないんですね。このシルエットがすごく今っぽくて、ミニマリストのライフスタイルにも合ってるかなと思います。ユニクロですとか無印良品っていうのは全国に店舗があって、買いやすいというところも含めて、これはすごく使い勝手がいいかなと思います。もうちょっと価格帯を上げてセレクトショップのオリジナルなんかもいいかなと思うんですが、このボトムスに関しては完成度が高いので、ぜひ皆さんにもですねお勧めしたい一本かなと思っています。色はやっぱりなんだかんで使いやすいのはブラックですね。まあ、トレンド感を覆う着こなしというのは、まあ、僕の他の動画でもお伝えしているので、まあ、そちらを参考にしていただければなと思うんですが、今回ミニマリストが選ぶアイテムとしてはやっぱりボトムスはブラックにして、 T シャツに関してはブラックを選んでしまうとオールブラックでシャープでいいんですけども、ちょっと重たい感じがするので、先ほどご紹介したようなちょっとこうグレー系のものでモノトーンでまとめたりだとか、ホワイト系でもいいと思いますし、グリーン系なんかで合わせてみるのもいいかなと思うので、ボトムスはブラックで引き締めながら T シャツの色合いでバリエーション出してみるところも含めて検討していただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、まあ、先ほどご紹介した1、2点のアイテムですね。T シャツとボトムス、まあ、ロングとショートパンツがありましたけども、これさえあれば、もう着こなしは成立してしまうんですけども、とは言っても、大人だと T シャツだけだと、ちょっとカジュアルすぎるかなという心配も残るかなと思うんですね。まあ、そんな時にあると便利なのが、半袖のシャツというアイテムですね。先ほどご紹介した白 T なんかの上に半袖シャツを着てもらえば、それだけで襟がついているので小綺麗に見えるし、ちょっとおしゃれをして出かける時にもすごく便利なのかなと思います。というところで、まあシャツをいくつかご紹介したいなと思ってるんですが、
まず、なるべくコスパのいいものを揃えたいというのであれば、まあ、ユニクロの定番のオープンカラーシャツですね。僕は今季はですね、ベージュがいいんじゃないのかなと思います。というのも先ほどボトムスでブラックをご紹介しましたよね。ブラックのパンツを合わせるときにシャツも暗いとちょっと重たい感じがするので、ベージュぐらいで少し明るさを出してあげるのもいいんじゃないのかなというところで、今回はベージュを選択しました。まあ、他にもオリーブとかもあるので、そういったものも結構ストイックでかっこいいかなと思うんですが、まあユニクロからはちょっとベージュを選出したんですが、価格帯も抑えめで、シルエットはベーシックなジャストサイズからほんのり緩さが出てるかなというところですかね。トレンドも加味しながら作られているので、これはもう名作だと思います。殿堂入りのユニクロの半袖シャツなので、1枚あると便利かなと思います。ただシャツに関しても、そんなにミニマリストの方だったら着る機会が多くはないと思うんですね。なので、だからこそちょっと投資をして揃えてみるのもいいかなと思ってまして、まあ、そんな時に使い勝手がいいのが、先日ご紹介したグリーンレベルさんとコラボレーションで作ったこういったオープンカラーシャツですね。色はですね、こちらオリーブを選択しているわけなんですが、ブラックとオリーブというのもすごく相性が良くて、ちょっとこなれて見えるんですね。ベージュというのは結構女性から評価の高いような柔らかい色味で、オリーブというのは男が好きな色というところで、この2つは全然方向性が変わってくるんですが、まあ、ぜひ気に入った方をですね、選んでいただければなと思います。やはりユニクロにはないような素材感ですとか、あと色味の曖昧な出し方だとか、このあたりはセレクトショップのオリジナルにはですね、強みがあるかなと思うので、こういった選択肢もあります。あとは清涼感抜群のブルー系のシャツですね。まあこういったものも使い勝手がいいですね。これは去年のモデルなんですけども、今年もほぼ同じものが売っています。グリーンレベルさんの半袖シャツなんですが、ブルー系の色というのは、まあ、爽やかに見えて男性からも女性からも評判が良かったりするので、まあ、こういったものを1枚持っておくのもいいかなと思います。襟型が両者で違くて、こちらオープンカラーシャツですね。襟元がですね、最初から開いているので、清涼感があっていいんですね。で、レギュラーカラーに関しては、今トレンド感のある襟型で、全部締めて小綺麗に着るのもいいし、第1ボタン、第2ボタンまで開けて着るのもいいし、様々な見せ方ができるので、これまた使い勝手のいいシャツです。白 T の上に着れば、それだけでもう着こなしが完成して、なおかつ大人の上品さだとか、小綺麗さが出せるので、1枚でいいので、ぜひ皆さん、ぜひミニマリスト志向の方、持っておいていただければなと思っています。はい、続いて4点目は靴なんですけども、足元も重要ですね。夏どんな靴履こうか、皆さんもですね、結構悩まれてるかなと思うんですが、僕がですね、よくご紹介するような靴を並べてみました。例えばですね、白レザースニーカー、こちらジャーマントレーナーですが、これだったらほぼ1年中履けるので、これを皆さん履いてください、以上ですっていうのも良いかなと思うんですが、ちょっとそれだと季節感があんまり出ないので、まあミニマリストの方が一足持つのであれば、まあこういったホワイト系のレザースニーカーもう良しかなと思うんですが、あとはですね、トレンド感の強いですね、こういったグルカサンダル、これまたいいんですが、ミニマリストの方におすすめかというと、やっぱりですね、ちょっと小綺麗さも強いですし、トレンド感強かったりだとか、履き心地がめちゃくちゃいいような靴かというと、そんなことはないんですね。やっぱりこのメッシュ状になっていたりだとか、レザーベースのものが多かったりするので、まあ、それなりに履き心地というのは犠牲する部分があるので、おしゃれさを重視した一足かなと思うんですね。で、じゃあどれがおすすめなのかというと、まあ、今回はこれですね。キーンのユニーク、これか、まあ、ミニマリストの方にも使い勝手がいいサンダルなのかなと思います。まあ、数年前に大流行したキーンのユニークなんですが、まあ、今年ですね、またいろんなショップでの取り扱いが増えていまして、まあ、僕も実際に履いていますが、使い勝手すごくいいんですね。こちらはユナイテッドアローズとグリーンレベルがキーンと共同で開発している、まあ、別注モデルなんですけども、デザインは通常のユニークそのままなんですが、まあ、アッパーの部分ブラックを基調にしながらもネイビーだとか藍色っぽいようなですね、紐部分を使っていて、少しだけ見え方に変化をつけているようなモデルになります。まあ、通常の金でも全く問題ないんですが、これの良さというのは、まずは履き心地の良さですね。まあ、グルカサンダルだとどうしてもですね、レザーベースなので長時間履くのはきつかったりするんですが、まあ、金に関しては、まあ、このようにサンダルのベースなんですけども、ソールに関してはスニーカーライクなものになっていますので、
長時間履いてもある程度履き心地が良かったりするんですね。で、メッシュで通気性も良くて、しっかりと甲が覆われていたりだとか、かかとの部分にもストラップがあるので、このあたりも含めて履き心地がすごくいいんですね。水陸兼用とまでは言わないですけども、結構アクティブに遊ぶ時にもいいし、意外とですね、短パンのスタイルからロングのパンツのスタイルにも合うし、T シャツにも合えば、オープンカラーシャツを着てちょっと外しに使うというのもありだったりするので、今回ご提案しているスタイルにこれ一足あれば全部ハマってしまうんですね。なのでそういった使い勝手の良さも含めて、キーンのユニーク、今年ミニマリスト志向の方にお勧めしたい一足かなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、小物ですね。ミニマリストのスタイルというのは基本的にシンプルで着回しがしやすくてごちゃごちゃしてないというところ、ここにですね良さがあるんですが、一方でデメリットとしては退屈に見えたりだとか地味に見えてしまうということがあるので、まあそのあたりをうまくですねカバーするために小物があるとすごく便利かなと思うんですね。まあ特に夏場に関してはより小物の存在は重要で、ここにも並べてありますが、例えば帽子ですね。僕はキャップ系が使い勝手がいいかなと思うんですが、こういったものは実用性も兼ね備えていますし、着こなしの中でワンポイントになるので1個持っておくと便利なアイテムかなと思います。まあ、僕はですねブラック系のキャップが好きで、まあ、いくつか持っているんですが、まあ、例えばですねこちらのようなブラックベースにしながら少しですねプリントとかも入っているようなものですね。これはフレッシュサービスというですねブランドのものなんですが、まあ、こういったものでもいいですし、本当にシンプルなブラック無地っていう選択肢もあります。このあたりは無印良品だとかユニクロでも売ってますし、個人的にはこちらビューティー&ユースのですねキャップなんかがすごく使い勝手がいいかなと思います。僕が最近買ってすごく良かったのは、これはですね帽子専門のブランドなんですが、木島貴之のキャップなんですね。これがですねつばがちょっと長めで少しデザイン性もあって、被るだけでも一つのアクセントとして機能してくれるので、なかなか良かったなと思うアイテムですね。ちょっと値段が高いので気軽さはないので、このあたりはもうユニクロだとか無印でも十分かなと思うんですが、ブラック系のキャップというのは1個あるとすごく便利かなと思います。まあその他にはメガネだとかサングラスですね。僕の場合はもう年中ですねこれ一択なんですけども、ベースはですねセルフレームなんですけども、サイドにはこういった金属が使われているようなメガネですね。これはアイバンというブランドのものですね。僕は愛用してるんですが、今似たようなものがゾフだとかジーンズでも本当に色々あるので、まあそういったもので対応するのもいいと思います。僕は目が悪いわけではなくて度は入ってないんですが、まあ夏場でもまあ一年中使えるようなちょっと薄めのですねカラーレンズが入ったものを僕は使うようにしています。こういったもので着こなしにアクセントをつけてあげたりだとか、あとは実際にこういった少しですねカラーレンズの入ったものだと眩しさも軽減できたりするので、まあ一個あるとすごく便利なアイテムなのかなと思います。まあその他には例えばまあ時計ですね。時計も今はなくてもいいよという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあアップルウォッチをしたりだとか、僕ら世代からすると定番の G-SHOCK もスマートウォッチ機能がついたものなんかも出てたりするので、まあこういったものを使ってみるのもいいと思います。よりミニマリスト的な感覚で楽しめるような時計になってくるのかなと思います。あとはアクセサリーなんかはちょっとミニマリスト的ではそんなにないかなと思うんですが、まあバングルの一つぐらいつけてあげるのもちょっとしたアクセントになるので検討してみるのもいいかなと思います。まあぜひですね全体の着こなしを見てちょっと地味だなとか退屈だなと感じた時には、まあこちらでご紹介したようなキャップなのか、もしくはメガネなのか、時計とかアクセサリーみたいな小物なのか、このあたりをうまくミックスしながらアクセントを添えていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画ではミニマリストの夏服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けさせていただきました。まあ毎回そうなんですけども、5点と言いつつですね、いろんなものが混ざって、おそらく7、8点くらいになってるかなと思うんですが、まあ今回ご紹介した中で、皆さんのライフスタイルだとか、感覚に合うものをそれぞれ集めていただければ、結構夏の着こなしは十分回ってしまうかなと思います。また考え方次第で、どのあたりの価格帯を選ぶのかも変わってくるかなと思うんですね。まあミニマリストかつ、なるべく予算を抑えたいのであれば、ユニクロですとか、無印良品を軸足にしながら揃えるとすごくいいかなと思いますし、まあどうせ限られた商品数なんだから、
ちょっと投資をしてでも自分の気分が上がるものを揃えたいという方も、これまた僕は大人っぽいミニマリストの考え方だなと思うので、すごくいいかなと思っています。まあ、そんな時にはセレクトショップのオリジナルだとか、あとはキーンだとか帽子もビューティー&ユースだとか、まあ、そういったところも含めてうまく使っていただけると、かなり大人の上品なミニマリストスタイルができるんじゃないのかなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段の僕の動画の中ではなかなかですね触れることができないセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、このあたりの内容をですねお伝えしている YouTube のメンバーシップチャンネルというものも別で運営しています。週にオリジナル動画を3本出していまして、それに加えてもう1本ですねライブ配信もやっていまして、皆さんのご質問に直接お答えしながらワイワイとですねやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。またゆっくり動画見る時間がないんだよなという方もいらっしゃると思うんですね。そんな方のためにオンラインサロンというものもやっています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を僕もですねこれ毎日配信しています。だいたい一記事あたり2分前後で読めるので、かなり気軽にですね使い勝手のいいサイトになっているかなと思います。僕のあらゆるコンテンツの中で最速でおすすめのものをご紹介してたりするので、こちらも気になる方はですね概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。